カイさん、朝ですよ、カイさん。はい、4回勝ったら100万円のガゲチャリトーナメントね。はい、はい、今日出てもらうから。100万必要でしょ。必要です。カイジも必要でしょ。もちろんです、もちろんです。はい、ここきっとこんな感じ、こういう感じ。じゃあいいよ、ロードバイクでいいよ。はい、何やってもつまんないんでしょ。絶対面白くないです。嫌ですよ、社長。でもだってこれ42ですよ、僕。だって生命だと大嫌いなんでしょ。いやいや、やめてくださいよ。生命さん、キチが言ってきたんでしょ。言ってないんですよ。本当最低ですよね。やめてください。最低ですよ。いや、やめてよ、本当に。調子がいい、すごく調子がいい。何、何、やめんの。いや、そうですね、もうやっぱこれ以上やっぱ減るかもしれないんで。午前中で終わったらね、動画になんないから。はい、それがあの命令ですか。はい、伊吹山行ってやるから。本当ですか。うん、伊吹山ですかね、伊吹山。いや、滋賀にありますから。カイさんよりも倍のモチメダル持ってますよ。やばいじゃん、カイさん。やだよ、もうこれヌードになっちゃうじゃん。ヌードにさらにスキンヘッドを重ね掛けした方がいいんじゃないですか。なんで、なんで僕だけ2個やるんですか。いや、なんで、おかしいでしょ。いいんですか。いや、引きますよ、引きますよ。フリーズ。いやいや、時間ないから、時間ないから。その調子、その調子。セイントセイヤがどうしても落ちたいんです。もうやばいんで、あの生命さんに壊れたら負けますから、もうね、ちょっとね、なんとかします。なんとかもうぶん回して、もうスペシャルで取りましょう。もうね、絶頂と序盤ね、もう絶対引きますから、もう絶対負けるわけにいかない。頼むよ。じゃあ改めて言っていこうと思います。ラミアのスラリッチテントっていうのは、まあ、特にあの登山者の中でも人気のシリーズで、軽量、世界でもトップレベルの軽量と、あと剛性ですね、非常に強い作りになってます。冬山は本当に慣れた人じゃないと本当危ないです。そして本当別格です。ベスト持ってください、登山でも。雪山行くためにはやっぱり装備だけでも20万以上かける、あの意思がなければやめといた方がいいです。おー、ミントいる。150ミリゲーム、クライムスバトルです。あー、これ痛いですね、本当に。こう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 、あーまあ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 、いけます。おーれ、強制強制。あー、弱点ですね。おー、来ました、バイブレーション。よし、よし、とりあえずトレードオープン。あー、チャンスで。さあ、マジでこれ大事ですよ、本当に。本当今日タコ立ちして、もう
何ヶ月もやっぱり生活費になるで、本当に。来い、まだ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 入れけなあかん、来たけ、おら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 やばうわーマジか、やっぱ山の神っているんですね。まあ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 、本当にありがとうございました。ゲーム数が237枚の1192枚獲得です。山本ありがとうございました。もう本当今夜ぐっすり眠れると思いますので、また次の2回戦キーガさんと対戦楽しみです。ありがとうございました。実戦終了します。すげえじゃん。なんだよ。なんで何一発で入れちゃってんの。いやーちょっと私最後に来るのはずるいっすな。マジで。え？ブーン。よかったね。いや本当あれだよ。すごいよ。はい、なかなか神がかってるね今日ね。はい。ああ、で何やめんの。そうですね、もうそろそろでももう3000枚超えましたし。これまだ2時なんだよ。はい。ああ、ダメですか。やめてもダメですか。え、いや別にやめるやめない、やめるやめないよ、その演者の自由だ。そう、自由、自由に決めていいんだけど、はい、ただまだね、動画的にはまだね、こっからドラマを作っていかなきゃいけないから。いやもうちょっと本当怖くてもうもうちょっといいよ。で もしね、はい、今からだってビンゴ取れてさ、ギャラも稼げるかもしれないわけでしょ。はい、うん、だったらいいじゃん。そうですね、うん、たまたまかもしれないですね、AT 入ったの。いやこんだけ出てるんだから設定いいかもしんないからさ、仕事が出るかもしんないじゃん。そうですね、ほんで別の日に打つかもしんないんでしょ、はい、だったら今日そのまま今あるメダル使ってさ、はい、打ちゃいいじゃん普通に。まあやっぱちょっとそういうとこシビアにいかないとだからでも100万円かかってるんで、はい、まあリスナーさんに何よりか分かんないですけど、はい、まあ、でもやっぱり現金の主義なんで、やっぱ現金の魔力には勝てないんですよやっぱりいや、だから、でもね、まだ2時にさ、実戦終わるって言ったら、もう大御所ライターみたいなやつじゃね、そんなことないんだな。お前、大御所ライターじゃないんですか。あ、違います、違います、うん、いや、そうなんですけど、もう今、ミンゴ2ラインゲットしましたし、スペシャルテも今、取りましたし、はい、3000万出てます、はい、で、プラス、イブキヤモンついてきたんで、もうこれでいいかなと思うんですけどお前、じゃあいいよ、はい、じゃあもう1個つけてやるよ。はい、もう1個別の山をつけてやるわ。本当ですか。もう一個別の山つけてやるから打ち、はい、いい、それで。あ、大丈夫です、はい、全然大丈夫です。それでお前自主的に打てよ。はい、打ちます。山二つ登ってやるから、はい、その代わりに自主的に打てよ。はい、頑張ります。で、これ四五六角とか直撃とか取れたら最高だから。はい、で、オールライン取れたらもう最高だからね。はい、ちなみに山とか僕が決めていいんですかね。いいよ。そうですね、何山がある。そうですね、富士山何富士山。え、あ、富士山です富士山なんで富士山なんだよ。もっと低いとこにしろよ。いやいやいや、なんでお前高いとこにすんだよ。いやいや、一番高いとこじゃねえかよ。余計は何メートルなんだよ。いや、1212ですかね。3倍じゃねえかよ。いやいやいや、まあ、まあでもでもいかがでしょういかがでしょうじゃねえよ。はい、ぜひ、うん、分かったよ、うっせえな。分かったよ、じゃあいいよ、とにかくね。はい、じゃあ富士山と伊吹山登ってやるから。ありがとうございます。打てよ、頑張ります。自主的にね。はい、早引いた富士山とかワクワクしかないですね。ふざけんなよ。何時間かかるの富士山。大体14時間ぐらいですかね、はい、ふざけんなよ、ね、ふざけんなよ、はい、2枚目いきます。まだ大丈夫、まだね、ハマってますけど必ず今日引きますから大丈夫ですから。天井ですね、748ゲーム天井です。お願いします、お願いします、お願いします。あーあー、やばいやばい、あー、日本一をいただく富士山タワーでお願いします。あと回、あ、音変化した、あああああ、やばい、今日マジで行きますよ、行きます、よし、やりました、3回中3回突破すよ、やーばい、嬉しい、やーばー、あー、終わりました、
あ、でも有力感低すぎました。はい、ラストチャンスもらいました。確か250ゲーム以上で、クライマスバトル当選すると、もう AT 確定になります。おー、ありがとうございました。まあとりあえず有力感行き過ぎたんで特別コードで当たりました。いきます。さあ、いきます。とりあえずファーストバトルはもう簡単にいかないといけないのできついですよ。あ、いや、あ、おお、今押す前に当たった。さあ、これで、さあ、4回目のクライマックスバトルです。残り4。ゲロゲロゲロ。あー、怖い。おお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 おさあ、まだ75ゲーム。さあ、ラスト。さあ、画面の通常ですね。105ゲームで、533まで獲得です。これで、ビンゴ2ラインに、スペースで2万円で、メダルも3000円ぐらいですね。さらには、イブチヤマとフィッタ獲得になりまして、これで終了となります。本当にありがとうございました。早くイブチヤマの行ってから、フィッタ、よろしくお願いします。それでは失礼します。ありがとうございました。何、4回中4回通したってこと？そうですね、ちょっと自分がしゃびっくりですね。天才じゃん。すげえよ。天才です。なんだよ、天才じゃん。ありがとうございます。いや、ちょっと上なんすかね。え、上なんすかね。知らねえ。4回中4回通して天才じゃん。やめんの？そうですね、もう十分ですかね。今3200万。やめんの、あの状態で。いや、そうですね、高設定じゃねえのあれ。いや、かもしれないですけど、まあそろそろできてもうひょーんって可能性もあるわけじゃないですか。怖いんですよね。普段ゴスロスからね。最近ニスロに手出してね、ほんとに。いけよ。勝ち逃げなんか許されないから、はい、この業界は。そうですね。ああ、いや、でもちょっとやめよう。何やめようとしてんだよ。怖い、怖いんですか。何、いや、もう、富士山も、イブキラもゲットしたんで、もう、いいかなって、まあ、ちょっと満足。欲しいものないの、他に。バーン、ネクストステージで、スラリチテントを欲しい。何、テントが欲しいの。そうですね。テント買って欲しいの。はい、はい、新潟で。いくらすんの。4万ぐらいですかね。やだよ、やだよ。なんで俺、お前、イブキラとね、富士山登ってね、さらに4万のテント買わなくちゃいけないの、お前に。じゃあ、いいじゃん、もう、諦めれば。あ、まあ、でも、でもやっぱりちょっと高設定っぽいんで、やっぱ続けますね。何、やっぱ高設定っぽいんで、やっぱ続けますね。はい、続けたいと思います。お前やめようとしてテントを高落としんじゃねえよ。違います、違います、違います、偶然です。その調子、その調子。ちなみに今1466ゲーム、おかしいでしょ。ただ、自分の引きがないからもうしょうがない。それはもう自分が悪いだけど、罰ゲームは絶対細かく負けちゃいますから、罰ゲーム絶対負けたくないんで、いきます。必ず勝ちます。さあ、いきましょう。3枚目お願いします。はい、当たりました。1534ゲーム。あー、なかった。トースト方が、22本です。アジン君、すいません、罰ゲームの件なんですけど、1個で、やっぱり1個に戻してください。お願いします。何言ってるんですか、カイさん。いやいや、もう1個でも、いやいや、でもね、でもね、その2個あるっていうのがもうなんかすごいプレッシャーになっちゃって、もうね、もうなんか集中して打てないの、ダイが。何言ってるんですか、カイさん。カイさん、まだ夜の7時ですよ。そうなんですけど、まだまだ全然大丈夫。なんで負ける時のこと考えてるんですか。2個やるじゃなくて、勝てばやらなくて済むんですから。1個だろうと2個だろうと変わらないですから。そうなんだけど、はい、だけどもちょっときついよね。わかりました。ほんときつい。じゃあ3個にしましょう。なんで。今ね、2個を1個にしてくださいって話をして3個にしましょう。スキンヘッドとヌードと、あと3週間マック、それをつけて、それをやったことによって、だって負けないんですよね。生命さんに負けないって、あんなに意気込んでたじゃないですか。いやいや、朝それは勝ちます。生命さんに負けるんですか。いや、勝ちますよ。負けないですよね。勝ちます、勝ちます。はい、今
勝ちますという言葉、その言葉を待ってました。はい、はい、たった今3つになりました。なんでおかしいでしょ。大丈夫、勝ちますって言っただけなの。現実的に今からどうするんですか。今から長番長狙いに行くんですか。長番長絶頂狙いに行くんですか。いやいや、でもね、ちょっとね、今そのもう C になってね、はい、今結構厳しいんだよね。もう状況的に悪くはない、悪くはないんだけど、はい、もうそういう番長は違う、ちょっと違う。大丈夫ですか。何に移動するんですか。やっぱパチンコ。パチンコ、うん、あのね、ゲンさんに困って。ゲンさん、ゲンさん、わかりました、わかりました。はい、今からカイさんのバスケを3つをかけたゲンさんの挑戦が始まります。さあ行きましょう。カイさん、おかしいだろ。時間がない、時間がない。大丈夫、行きましょう、行きましょう。1つで大丈夫、そういう覚悟でやりますって。負けなきゃいいか、もう本当にやばいんで、もうこれしかないです。僕にはこれに全てをかけたいと思います。必ず勝ちますから、もうね、後がないんで、もうこいつに全て注ぎますね。皆さん見ててください、やりますから僕。あれ、おー、やっぱり、いや、今回らなかったんですよ、今。おかしいなと思ったんですよ。あー、ちょっと待ってよ、もうバイオハザード長い長い、もう3秒でかい。あー、いやー、136です、いい音。はい、207ゲームで1030枚です。4枚目いきます。もうね、これだったらかなり厳しくなるんで、絶対に泣いてますから、お願いします、ほっとお願いします。おーし、よっしゃんす、テンプね、オッケーオッケー、こうだから、こうガンガンだから、そう、いけいけいけ、どーっといけ、2段階ね、2段階、はい、おーある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 、これがある、しかも必ず1、おーし、そうです、はい、おーし、目が燃えて燃えて燃えて、目が燃えて燃えて、おー燃えてる、もうあるある、これもある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 、お願い、おーし、きれい、ゲンさん、おーし、きれい、おーし、きれい、おーし、きれい、いけ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 、よーし、よーし、よーし、あるぞ、よーし、おー、やった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 、あー、緊張してきた、頼む、うわー、いい音、いや、最高、お願いします、おー、おー、ちょっと、OKOKOK、よーし、よーし、あー、かわいい、いやー、やばい、やばい、やだ、やだ、やだ、おー、いやー、やだ、あー、最高の一撃、お願い、頼む、うわー、あった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 、もうすぐ、あー、やばい、止まってよ、早い、色、緑、緑、緑、オーケー、イエーイ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 、もう嫌だってこれ、あー、やばい、やばい、やばい、やめて、嫌だ、嫌だ、嫌だ、まだ、まだ早い、まだ、あー、はーい、さあ、男性バス入りました。さあ、いきます。まだまだ、まだまだ足りないです。もう、だめ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 、あー、やばい、あー、だめ、だめ、あー、お願い、お願い、最高の一撃で、頼む、まだ、まあ、あー、頼む、ボタン、お願い、やばい、やばい、いや、だって、ボタン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 、出てきて、あー、あー、7128、あー、でもあるあるある、これあるあるやつ、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 はい、あー、くー、気持ちいい、社長、いいの追いますよ、これ続行します、いきます、あー、あー、高設定した、ダメージがここで終了となります。
あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。暑いです。何？暑いです。いけよ。あ、お疲れ様でした。あ、これです。お疲れ様でした。はい。で一応ね、9時半まで打ち切って、どう、はい、僕なりには、はい、やりきったつもりなんですけど、ただ最後ちょっと減らしちゃったんで、うん、正直ちょっと怖いです、うん、今カイジが大工の原作来てるから、はい、あそこである程度出されちゃうと、でもやばいから、そうですね、ちょっと本当、ハマっていただくのをちょっと願うだけですねどう ?1 時間でどうカイジ出せると思う？いや、絶対無理っすよ無理、もう絶対無理です、はい、行けるかもしんないから、はい、まあ、あと祈るだけね、はい、でも、あの、伊吹山と富士山は確定ですからよろしくお願いします。うるせえよ、もうこいつと伊吹山と富士山に行くことになったんだけどあの、おめめけよ、いや、おめ、おめもつ、あの、連れてくから、いや、やっぱり気をつけて行ってきてください気をつけて、気をつけてくれぐれもね、あの、怪我ないようにうるせえ、とりあえずあと1時間で状況を説明します、はいはいはい、整理しますと、あと閉店まであと1時間しかない、はい、で生命さんの状況はあんまり詳しくは分からないですけど、はい、おそらく結構差がついてるだと思う、だと思う、だからもう出さないといけない、はい、もう返すのなるべくもうこれこれからすぐ当てて、はい、1万発2万発3万発出さなきゃいけない、はい、できるだけ分かった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 、だからこれもう本当出さなかったら甲斐さんがもう3個の罰ゲームを受けることになります、いやだから3個は受けないからなります、おかしいから3個は、確か3つは受けるんですよ、やらない、受けます、やらない、受けます、甲斐さん受けます、受けますから3つは受けます、3つは何やってるんですか、その調子その調子、1時間1時間ね、1時間1時間2万発か、2万発現実的なの、2万発2万発だったらいける、おーっしゃ、熱いやつ、熱いです、おーなるなる、俺ギリたちよ、こうだからこうさー、はい、あるよ、頼む、お願い、はい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 、どうぞどうぞ、あらら、なんでなんで、お願い、なんで、
入れますか。よりゃあだだ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 いやーやばい、さっきとなったさっきとなったさっきとなったさ、お願い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 、あーなんでなんでなんで、はい、ブンブツ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 ン、あーじゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ今日もね、閉店まで白熱したバトルね。はい。お疲れ様でした。はい。で、どう？自信は？生命。一日やってみて。スペシャリティも取りましたし、ビンゴも取りましたし、僕は。何？はい。僕はとりあえず取れたんで、まあ、カイさんのちょっと結果は分かんないですけど、はい。カイジは？僕ですか？まあまあ、大丈夫だと思います。はい。大丈夫です。大丈夫、大丈夫なの？全然大丈夫です。はい。大丈夫。間違いない。閉店までゲームさん回したけど大丈夫。大丈夫です。もうそれだけね、今日はね、白熱してる。ラッシュ入ってたから大丈夫。大丈夫です。もうね、大丈夫です。え？もう間違いなく今日は大丈夫。大丈夫ね。大丈夫です。はい。じゃあね、早速ですが、勝負ござので白と黒がつきます。はい。ちょっといいですか？何？何？あの、結果を確認する前に、あの、発表する前に、ちょっと一つだけ確認したいことがあるんですけど、今日、アジン君がですね、罰ゲーム。あの、気がついたら僕今日、3つも課せられまして、1つでいいですよね、罰ゲーム。いや、それはアジンがカメラマンと相談して3つになったこと？はい、いや、違う。あの確かルールだとカメラマンが罰ゲームを決めてもいいっていうルールでしたし、あのカイさんがなんか自らにプレッシャーをかけることによって力を発揮したいっておっしゃられてたので3つに設定させていただきました。だからそれはその体でしょ。いや、あのカイさんが3つ罰ゲームをやると確約されます。いや、してないよ。言ってないじゃん。言ってないよ。お前が3つやるって言ったの？いや、言ってんす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 、はっきりとおっしゃってました。言ってないよ。勝てばいいんでしょ。いや、まあ、勝てばゼロでしょ。勝てば、そうそう、あの、大丈夫です。あの、勝ってるはずなんで大丈夫です。何をさ、はい、負けた時の話してんの。いや、だから3つでいいとかね。いや、その3ついってのは、まあ、負け、まあ、負けた場合はちょっとそういう。負けた場合は3ついとかね。いや、3つ。勝てばゼロなんだ。いや、そこはもう公平に行くんだけど。いや、まあまあ、そうそう。まあ、ゼロ取り行きましょうよ。いや、行きましょう。じゃあ、もう結果発表行きましょう。大丈夫かい。はい、じゃあ、とにかくね、はい。勝負後の後ろと黒がつきます。はい。本日の、ガゲジャレトーナメントで、低迷体 VS、カイジ、勝った方が2回戦進出、負けた方が敗退となります。はい、勝者は生命。しゃー！お父さんお母さんやったー！何準備してたの？準備してたの？何なんて言ったの今？どうぞお母さんやってくれ。あれでも、あの罰ゲーム1個でいいですよね。ん1個でいいですか。さっき言ってたじゃん。いやいや、早め早めたら3つやる。ちょっと3つは勘弁してください。もう1つじゃないですよ。みんなと、もうみんなと同じ、みんなと同じで1つでな、お願いします。3つは無理です。ざっくりじゃん、お前。ざっくり3つは無理です。やりましょう。なんて言ったんですか。言ってないから。3つやるって言ったんですから。なに、3つやるの嫌なの。ちょっと3つきついです。味を3つやってほしいんでしょ。はい、いやいや、3つ。いや、でも他のメンバーは1つ。お前何個がいいの。いや、僕1つで、1つで。間を取って2個でいいじゃん。なんでですか。なんで、もうそこはあのフラットにいきましょう。フラットに。いや、いいじゃん別に。いや、いいじゃないですか、カイさん。おかしいですよ、カイさん。3が2になったんですよ。これよっしゃ。なんで、なんでその考え方。3が2になったんですよ。2個やればいいじゃん。よっしゃ。アジン3個やりたいんでしょ。まあそうですね。うん、だからアジンが折れて2個になるんだから。よっしゃ。お前だって1を折れて2になればいい。いや、僕は増えてますから。僕は折れてないですから。あの、ちなみにね、次の試合はクニンポエム戦だから。ああ、なるほど。ポエムのカメラつく人。はい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 。もう
いいあの、あの僕が、あの、僕がやった赤月は4個、4個やるか4個味も1個、1個でさ、ね、だからお前も2個にした方がいいんじゃない1個追加したそうですよね、やっぱそうですよねなんで社長だけ追加するのマジで、おかしい社長だけ追加しないと社長が見せないと社長が見せないと自らねそう、もう決まって止まってないから4個カイさんからすれば謝ってもらってないんですよお謝れよいや、いやあの本当にあの本当さあの本当に道を間違えてねちょっと怒っちゃったっていうことであの本当あのすみませんあのねあの1時間もちょっと時間をぶっ刺すの本当にごめんなさいねあの本当に謝ります本当にごめんなさい本当にごめんなさい本当にすみませんすみませんすみませんごめんなさいどういやでもそんな形だけで謝られてもなんかよくしましょうよ、せんがなんかすっきりしない仲直りしろよ仲直りしろよ、さっさとすいません、ごめんなさいいや、でも僕、気違いなんですよね気違いらしいんですよね仲直りしろよ仲直りしろよそんなことは言ってないからそれ、勘違い、勘違い、それはねえ、気付けて言ってたでしょ言ってました確実に言ってましたお前が言うからもそこに情緒がおかしい情緒がおかしい情緒がおかしい違うか、セミさん生命が違うか違う、そんなこと言ってもね今日勝ってよかったですしっかり謝った方がいいしっかり謝った方がいい本当にセミさん本当に、あの本当に本当にこの度は本当に大変、大変誠に申し訳ありませんでしたどうすみません、すみません、本当にいやでもちょっと形だけだよななんだよ。え？伊吹山、ありがとうございます。早く行けや。はい。行きましょう。はい、これ何時間ぐらいかかるの？ここはそうですね。標準コースタイムで大体4時間ちょっとですかね。あれ前回は？前回は2時間ちょっと。倍じゃねえかよ。ああまあ距離も長いですし。前回よりも標高が大体200メートルぐらい高いんでやっぱり前回はまあ日本300名山だったんですけど今回は100名山の一つなんでやっぱりちょっとレベルが少し上がりますね知らねえよいや途中早ピアの足くじかれてちょっとどうなるもんかなと思ったんですけど折れてんだよ今は大丈夫ですかえ今は大丈夫ですかねもう何回も同じとこ何回も暮らしてるから今日は比較的良さそうですああそういつもドロドロなのでああ路面状況きついきついんだけどゼロからいっちゃうと最初はきついんでゆっくりって体をちょっと適応させてからいく感じでお願いしますトトロでできそうですもんねこれ知らねえよマジでタクシー車で行こうと思えば行けるのあ9合目まで行けます行けよ車でいややっぱりそれじゃ面白い車で行けよいややっぱ醍醐味は1合目あゼロからじゃないとやっぱりその100名さんのうちの何個登ったの今ですね、トーナメントの時からちょっと伸びまして16ですねあと84ってことはい結構あるじゃんはい、まだまだありますねうるせえんだよ、チリンチリン、何これいや、ここですね、クマが出るんですよはぁ、あ、クマが出るんです何クマが出るんですクマが出るのはい、最近だったら6月13日に朝6時頃に出てるんですよ
最近じゃねえかよ。一週間分ぐらい前に出てんじゃないかよ。うるせえんだけど。もう月末月初忙しいの。もう今日しかなくて。あ？今日しかないんですよ。今日しか。あと明日明後日で俺動画で3本ぐらい作んなきゃいけないんだけど。おい。いや健康的に今日しかなくて。これ何割？1号目。あ？1号目。ちょっと待って。しんどい。まだ10分の1ってこと？はい、10分の1ですね。勘弁してくれよ。なんだよ、どこに登るのこれ。これですね、ちょっとどっちに登るの？これ申し訳にくいんですけど、まだ頂上見えないんです。勘弁してくれよ、マジで。なんだよ。3号目すら見えてないです。足がさ、めちゃくちゃ痛いんだけど、これ向けてると思うんだけど、これこう、痛いんだけど。あクルビストックとはダメですよ、これ。えいかんです、これは。これ山を舐めてます。いかんですじゃねえよ、先に言えや。帰りてえよ。なんで登るの？時間がもったいねえじゃん。ああそうなんですけど、うん、やっぱり一円にもならないしさ。そうですね。ああ何のために登るの？癒しを求めてるんですかね。え癒しですかね。大事に癒しよりも先にお前求めなくちゃいけないものがあるだろう。もうそうですね。ああゼリーです。社会的にどうすんのこの先。この先どうすんの。何歳なの今？37ですね。37でしょ。どうすんの。どうなるんですかね。とりあえず100万取るの。そうですね。100万取って考えます。これ2号目？どこ頂上は？まだ見えません。え？まだ見えません。まだ見えませんってなんだよ。ヘリー。あ？3号目です。何？3号目です。まだ10分の3ってなんだよ。山頂が。え？どこが山頂なの？どこのバカが雲に突っ込んでくんだよ。おい天然のミストが。何？ミストシャワーが。ラピュタ？ラピュタだなこれ。なかなかゴッドラがここまで行ってたみたいですね。あ、そう、はい、もう入ってきた。今7時なんだけどさ、はい、どんぐらいだよね。5時半かの1時半だったってこと？そうですね、はい。まあ、日本ダブルってこと。はい。何対策これ？これですね、熱中症対策です。やっぱ電解質とかやっぱ。これ何？何買ったの？これですね。ベロチューの金で買ったの。そうですね。ベロチューのギャラで。そうですね。ベロチューのギャラ10万円で買ったの。お前。ちょっとやらしい。ちょっと。ベロチューでギャラ10万払ってんな。何？え？何？いやなんかお金のためにお前に。お前 AV 男優と一緒だからね。ベロチューで10万もらって。何？生活かかってるんですね。またお金持ったらベロチューそんな。いや本当嫌なんです。嫌なんですけど。嫌なんだけど。嫌ですけど仕方がないですね。やっぱりアミノ酸さっき言ってた。え？アミノ酸どうぞ。何？アミノ酸です。何アミノ酸で？アミノ酸です。え？アミノ酸です。何？アミノ酸って。モンベルさんのアミノ酸です。これ1個いくらなのこれ？これ130円ぐらいですね。でしょ？はい。無色でしょ？はい。どうやって買ったの？ベロベロ中で買ったのこれも。かもしれません。お前ベロ中でアミノ酸買ってんだよ。いやもう大事です。生きるですか？何歳？今37です。ありがとうね、はい、ありがとうね。これ大事なんで。これ何どういう効果があるの？これは筋肉の疲労をちょっと予防する。ああそういうことね。治癒力を上げるとか、うんうん、でもまああれだからね、税金でね、はい、買うよりはベロチューで買った方がいいから。そうですね、労働だから、はい、ベロチューも、ね、汗かいて汗かいて稼いだわけですからね。はい、いくか。あ、これよかったらどうぞ。え？かけなさい。いいよ。何？栄養補給。何これ？柿の種です。いやねえよ。どうぞ。
どんだけお前食い物持ってきてんだよ。やっぱあのシャリバってなっちゃうから。何バッちゃいけないんで、シャリバってちょっと適度に栄養、あの栄養お前塩分なんだよこれ。これ、これなんだ、何の買いなかったのこれは。これはあのベロチュウどこ山頂は。雲の中です。ほっこりほっこり。あれは何、これこの小屋は。あれは避難小屋ですね。避難小屋です。あれ何号目なの。あれが6じゃないですかね。はあ、こんな平日の昼間からね、はい、みんな登ってすごい体に、人間の体にはいいんだろうね。新鮮な空気してますね。はあ、はあ、座っていい。どうぞ。はい、今標高1220m、 あ、1220m ですね。残り 0.9 です。充実してる。はい、めっちゃ楽しいです。でもね、はい、念願の第2弾ということで。シリーズがしねえから、シリーズがしねえから、はい、第3弾またよろしくお願いします。これさ、リュックの性能あるの？このなんかさ、例えばさ、はい、登山用のさメーカーで買ったやつとさ、こういうさ、これはただ本当ただでかいやつ買っただけなんだけど、はい、汗かいても、うん、まず乾きやすいのと、うん、でここでなんかあの風ができるんですよね、ちゃんと空間が。ああ、そういうことね、はい、ここが結構あの、まあでもここですね、ここにあのしっかりとしたワイヤーっていうか入ってるんですよ、フレームが、うん、で物が入っても形が崩れなくてピタッてフィットするんで、あの重さがあのしっかりと吸収してくれるんですよね。ああ、何商品紹介してんだで、何商品紹介してんだよお前。必要かなと思ってモンベルの企業案件じゃねえか。これも一応モンベルのいいんだよ、うっせえな。何がモンベルだよ、なんだよこれ、しょんべんじゃねえの。なんだよこれ、あの水に溶かした精子これ。じゃあ違います。まあ似てるんですけど、あのペプチエイドっていうモンベルの製品で、あのホエイプロテインとかが入ってるんですよね。なんで筋肉の疲労回復をちょっと促進するですね。はい、これはもう家庭なんで、あのヤマトタケルですね。なんだよ、なんだよ、え？伊吹山頂に全然です。おい、何も見えないじゃねえかよ。スラスラしちゃった。おい、なんだよこれ。気持ち悪いのいいんじゃ、なんだよこれ。いねえよ地上に。なんだよこれ。なんですかね。気持ち悪い。かっこいいです、ね。どこだよここ。ここですか。何個何個くんだよ。四つです。一応。何個くんだよ。一応来たね。潰れちゃいました。これはね、税金で食うわけじゃないからね、前回みたいに。そうですね。労働でね。はい。そうです、労働ですね。はい。またお願いします。何ベロチュー食ってんの。ベロチュー食ってんじゃねえよ。ベロチューね。ベロチューのギャラで買ったおにぎり食ってんじゃねえよ。おにぎりしばらく生活できます。次誰とベロチューしたいの。いや、したくはないんですけど、まあ、選ぶとすればデカオさんで、一番嫌なのカイジさんですかね。ああ、うっせえな。勘弁してくれよ。なんだよこれ。なんでそんな元気あんだよ。まだ余裕ですね。え？まだ余裕ですね。もう一回登れますか。やっぱあの本当登山口に近づけば近づくほどやっぱ油断して。危ないんで、本当に慎重にお願いします。うるせえな。この瞬間が一番危ないんで。
僕もよく何にもない平坦でこけますから、ね、知らねえか知らねえか危ねえ危ねえ危ねえじゃねえかよ。なんだ今の、え今ですか。油断です危ねえ危ねえマジで。折れんだろ足が。罰ゲームだよ。また行きましょうね早ピえ。また行きましょうね早ピお前の山登り友達じゃねえから。ハヤピーって僕の山友じゃないんですかね。あれ？ちぎえよ。友達代金払えよ。友達じゃねえからお前の。やっぱりあの登山っていうのはプライスレスなんで。あ？プライスレスなんでやっぱり。うっせえな。次回ちょっとありますからね。お前みたいに暇じゃないの？そうですね。うん。まあでもやっぱりあの約束は約束なんで富士山があるのでやっぱり備えて、うん、エブリンインパクト引いてんじゃねえよ。いや何エブリンインパクト引いてんだよ 0.39% ちょっと僕は持ってるじゃねえかよ持ってる演者じゃねえかよ。なんだよこれ。最近確かにバイオハザードよく打ってたんですけど、まさかこのタイミングで初めて引けるとはちょっと思ってもなかったですね。100万取るの？もちろんです100万取ってお前が100万取ったら終わるからチャンネル。いやそうなんですけどやっぱり100万取ってあのちょっとやっぱり家族にいいとこ見せたいというか安心させたいというか。お前家族にねベロチュー見せてんじゃんその前に。いや家族はそれは見てないはずです。見てない見てないはずですいつか見るよ、はい、いつか見るよ。あの見られたのは第一様の。危ねえよ危ねえよ。ふざけんじゃねえよ。なんだよこれこれ殺してえな。だよ何がエブリンインパクト引いてんだよ。